ぐ近くの町金です。もともとは他の組から金借りてたんです。ところが金利すらまともに払わねえ。で、手に負えなくなっちまってうちに債権回収の依頼が。そうなのか。で、いくら回収するんだ。2億です。取り判って約束になってますから、うちには1億入ってきます。そりゃ気合入るな。よし、行くか。お、兄貴、また新しい風俗店ができてますよ。お前相変わらずそっちの遊びにハマってんのか。兄貴もたまにはどうです。いい店紹介しますよ。兄貴、ここの5階です。よし、入ろう。あんたら夜遅くに悪いな。堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。用件は昨日うちの若いのが伝えたはずだ。明日、明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません、でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。殺すんですか。何、堂島組って、いや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わない奴は見せしめにされる、みんなそう言いますよ。あのな、そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけで。金は払わないって言ってんだ、ならやるしかねえだろうがよ。もう勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ、悪く思うな。兄貴、ありがとうございました。でもこれでついに桐生組の立ち上げですね。風間のおやっさんも言ってました、兄貴になら安心して組任せられるって。まだ決まったわけじゃない、あんまりはしゃぐなよ。
はい。そういえば、この後セレナで錦のおじきと会うんですよね。今日は裏口からしか入れないみたいですよ。天下一通りの小道入って奥の階段2階です。分かってる。俺しばらくサツの連中が来ないようにここで見張っておきます。半分の1億円は後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。ああ、頼んだぞ。セレナなら天下一通りの小道入って奥の階段2階です。何やってんおら。おうおう、お前どこの組のもんや。すまん。すまんで済むかボケ。何もや、お前見とったで、キリュウちゃん。あ、兄貴、キリュウってあの、そや、堂島の竜、キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです、マジマの兄さん。よせよせ、お前組立ち上げるって話やないかい。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは、えらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりこの後どないしようか。すんません、まさかキリュウさんと。いや、いいんだ。甘いなキルちゃん、甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。何や。その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう。ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。はい。はい。覚えておきます。でも。ああ？でもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん。どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええー、やろ、いっちゃっとるか。
いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと？根性あんねやったら殴り返してくげ。これで気は済みましたか？その強がりどこまで続くかの。アホくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢ちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。ふん。ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずっとね。何？でももし筋が通っとったら俺との喧嘩買うてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほな、どないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほなまたな、キリュウちゃん。楽しみにしとってや。ワクワクするで。あと少しで兄貴にやられるとこでした。キリュウのお辞儀ありがとうございました。もう大丈夫なんか？はい、いつも真島の兄貴に鍛えられてますから。相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いねえ。どうなんだ、気流組の立ち上げは。まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。じゃ、またおめえに先越されちまったか。なあ錦、お前妹はどうなんだ？来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後？体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。あ、来てたのね、ユミ。ちょっと、もう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。
ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎ、うまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカ様やって堅いから金をむしるのはどうも性に合わねっつうか。何言ってんだ、自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドーンと稼げば間違いなしだ。堂島組内気流組、天下の登場界の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだなお前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやすさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか？そうだな。お待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ？二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バッカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。そういう錦山くんはもう何か用意してるの？もちろん、ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。キリュウちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの？さすがレーナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても、気持ちがこもってれば何でもいいのよ。